7糸口が、9月4日、思いつきでディズニーランドに行ってみたとのコメントを添えて、シンデレラ城の前でポーズを撮る画像をインスタグラムで公開した。サングラスこそ着用しているものの、ファンからは一目でわかる。との声が多数寄せられている。一方で、7糸口の投稿には、一緒にいたはずの人物について触れられていないとの指摘もある。芸能ライターが説明する。長身の7糸口はさすがに目立っていたようで、本人がインスタグラムを更新する前から、ネット上には目撃情報が寄せられていました。その中には、ディズニーランドに、7糸口と鳴宮くんがいた。という報告が複数あったのです。しかも隠したり、画像までアップされており、どうやら、7糸口が、鳴宮博隆と一緒にいたことは、間違いないようですね。この二人は、昨年6月のドラマ、二頭、ワウワウで共演を果たし、布団の中でむつみ合う、濃厚シーンにも挑戦。今年1月期のドラマ、怪盗、山猫、日本テレビ系でも共演したほか、続編の、二頭に、が、9月17日から放送されるなど、仕事の上では、かなり近い関係にある。そんな二人は、プライベートではどうなのだろうか。芸能ライターが続ける。仕事仲間としての仲はいいようで、3月には、写真展の会場で撮影した、濃密ショットを公開しています。しかも、今回は、ディズニーランドですから、プライベートでの仲も深まっているようですね。ただ、7糸口は、これまでに、も、TM ラウンド、西川隆京や JOY など、複数の男性と浮き名を流した恋多き女。昨年には、若手俳優、間宮祥太朗とのお泊まりデートがスクープされましたが、その後の進展はないようですし、気に入った男性と軽い感じでデートするのが平気なタイプなのかもしれませんね。デートはしても、熱愛には発展しないということか。この調子では、今後も、7糸口と男性が一緒にいる目撃談がネットを騒がせ続けるのかもしれない。